というわけで今回は丸の内、東京、ちょっと違うね、ここは名古屋ですね。はい、名古屋です。名古屋の丸の内駅へ。はい、丸の内駅、はい、口回ってないです、お腹空きすぎて。はい、はい、というわけで丸の内駅から来たんですけども、はい、今日はどんな先生に会いに来るんですか。今日は25歳かな、うん、でしかも鍼灸治療で100万円を達成した先生がいるということで、ちょっと覗きに来ました。はい、若干まだね、若い。若い、めっちゃ若い。すごく看板がない、ちょっと入れない。インパクトのある場所だそうなので、はい、すごい楽しみにしております。はい。じゃあ、行きましょう。はい。というわけで、はい。どうも。なかなか3階。3階です。なかなか。はい。何みたいなのかな、このさ。ザッチュさんとかザッタンに声があるんですけど、うん、結構なでしょ、うん、もう50年以上ね、築建ってるそうです。いいですね。で、301ですもんね。はい、これですよね。はい、で、ここの301だそうなんですけど、本当に、本当に看板がない。怖すぎるんですけど、ちょっと怖いな。待ってんのちょっと、押したいと思います。はい、合ってるかな。あ、よろしくお願いします。合ってました。合ってました。はい。よろしくお願いします。はい、でよろしくお願いします。はい、というわけで、尾崎先生の鍼灸院にお邪魔させていただきました。まさかの看板なし。本当に間違ってるかと思った。ドキドキしながらね、インターホンしました。なかなかの佇まいですからね、この建物がね、本当に。はい。ね、ちょっといろいろね、今回も尾崎先生にお話を伺いたいなと思うんですけども、うん、はい、その前に、じゃあ尾崎先生、カメラに向かって自己紹介をお願いします。はい、名古屋市で鍼灸院をやっております尾崎翔太と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。尾崎さん若いですよね。すごい若いなと思った。はい、いくつでしたっけ。今年26です。まだ25歳です。若っ。25。ここは何年目なんですか。ここは1年目ですね。去年、先月で1年目。先月1年か。ああ、はい、じゃあ1年とちょっとな感じですね。すげえ。でもちょっと前まで学生さんみたいな。本当に大学生じゃないですかみたいな。ね、そっかそっか、すごいな。また最近の若い方もね、見そろってましたもんね。うん、なんででもこのね、まだ1年目ということなんで、うんうんうん、すごくね、もう今これ出てるってことはもう相当ね、売り上げ上げてってことだと思うんですけども、もともとどういう経緯でこういうお仕事はスタートされたんですか。もともとは高校ぐらいにサッカーをやってたので、うんうん、トレーナーさんとか帯同してもらってて、ほう、高校でトレーナー帯同してるってそこそこやとこおったんちゃいますな。いや、そんなに強くはないんですけど、まあ、愛知県の公立の中では上の方かなって、すごいすごい、その方に憧れてっていうのが一番強い。あ、なるほどね。そのトレーナーさんに憧れてこういう仕事がいい、はい、やりたいなと思って、まあ、鍼灸の道に進まれたと。はい、あれですか、学校とか行かれて、その後まあ何年か勤められて、はい、そうですね、1年半ぐらい勤めました。じゃあご自身でやろうと、はい、オープンされたのがもうここだったってことですかね。なんかすごくね、順風満帆感がありますけど、苦労してなそうな雰囲気。なんかね、はい、今ね、入られて、10ヶ月目ぐらいかな、もうちょっとかなって感じだと思うんですけども、うん、オープンしたてはどんな感じだったんですか。うん、オープンしたては、新規の集客は全くできてなかったので、うん、もう看板も出せないですし、うち、うん、なので売り上げ20万いかないぐらいで、まあ、12万とか17万とかを行き来してるっていう状態ですね。でもその12万17万上げてくれる新規はどうやって来たんですかね。うん、でもチラシですね、それは。グランドオープンというチラシを配ったら反応があって、それも自分なりに作ってなんですけど、グランドオープンのチラシを配って反応があって、その後違う症状のチラシとかを配っても反応がなかったので、なるほど。3ヶ月ぐらいずっとグランドオープンを配ってました。それしか反応ない。めっちゃほらいい。でもグランドオープンが当たることあるんですね、これね。ね、すごいすごい。すごい。0.3% ぐらいあったのかな。そうですね、グランドオープン。グランドオープン。もう一回やった方がいいんじゃないですか。興味本位だけ。リニューアルオープンさでもそれでもなんとかチラシからも切れたりはね、はい、してたんですけども、うん、どうですか、そのそれ以降がね、チラシが伸びないとか、はい、あとリピート率とかはどうだったんですか。リピートは本当に、グランドオープンだからって思ってましたけど、自分は、うん、もう 20% ぐらいで、うん、興味本位で来てくれる人だけだからだろうなと勝手に思ってましたけど、うんうん、なるほどなるほど。なかなかじゃあこのうまくこう継続にはつながらないみたいな感じで、うん、はい、まあ、頑張ってこうチラシとかもやってたけどっていうところだったんですね。はい、でも元々でもチラシされてたってことはやっぱマーケティングはいるんだなってことは分かっておられてた。そうですね、看板も出せなくて、うん、もう何も分かんない状態なので、うん、
それは必要なんだろうなとは思ってました、うんうん、なるほどなるほど。この数ヶ月ぐらいとかで、あ、このままじゃまずいぞと思い出す。そうですね、3ヶ月で違うチラシを、症状のチラシを配り始めて、うんうん、反応がなくなってからはもう、うん、グランドオープンしか手立てがなかったのでそれもネタでしょ結構めっちゃおもろいっすよなかなかめっちゃ面白いですよね、はい、グランドオープンしかも反応がでも偉いよね、その3ヶ月とかでもうこれまでやばいって気づくっていうのはね、うん、すごいと思うんですよ。きっと今見てる人で5年10年やっててあかんのにまた気づいてない人いますよ。でも今本当ね頑張ってまあ手立てはしてたけど、うん、なかなか伸びないっていう状況がまあ数ヶ月ぐらい続いてっていうところで、はい、まあ、割と早い段階でねもうこのメソッドっていうのを知ってる人は見つけていただいたと思うんですけど、はい、なんか何きっかけだったか覚えてます？一番最初はそれこそリピートが取れなかったのが、うん、僕も技術のせいだと思ってたので、うん、技術セミナーを Facebook とかで探してて、うん、でまあ、広告パンって出て、うん、それが最初でしたね。あ、なるほど。最初に見つけたのは技術セミナーみたいなのを探してたのに、はい、前川先生に、はい、あ、そうです、行き着きました。お、はい、でも興味持たないじゃない、技術探してるのに経営が出てきたわけじゃないですか、うん、でも見ちゃったんですか？もともと100万っていうのがやっぱ売上の、目標にはしてたので、うんうんうん、それが大々的に出てる広告がパンって出たので、うん、もう無意識に目についちゃいました。なるほどなるほど。まあ、そこからだからいろいろ YouTube とかね見てくださるようにはなったと思うんですけども、はい、うん、はい、なんかこの印象に残ってる動画とかありました？印象に残ってる動画はでも時間管理の動画ですかね、うん、あ、なるほどなるほど。印象に残ってるのあそこに目が行くのはなかなかセンスがいいですね。もっと分かりやすいね、うん、売上アップみたいな。確かに確かに、うん、何かは日々なんですか、その時間管理、うん、全く時間管理を何もしてなかったので、そういうノウハウは結構もう自分の中でグランドオープンが当たってるので、うん、センスあると思ってて、チラシを作る、なるほどね、俺はいけるぞと、はい、うん、そこじゃないんだろうなとは薄々は感じてたので、うん、そこを結構出されてたので、うん、響きました。もうこの後笑ってしまうわグランドオープンに変わってしまうあとね、結構先生がやっぱ対談動画とかね撮られてるのがあって、はい、結構似たような人がいたんですよ。あ、そうです、はい、うん、マンションこういう古びたというか、うん、外観はあまりよろしくないようなマンションにされてる先生とか、うんうん、それこそ10万、20万ぐらいの先生が100万達成されてたりとか、僕みたいに若い先生、うん、もう結構100万達成されてる対談の方もいたので、うんうんうん、そこでなんか僕もいけるんじゃないかなって思ったのはありました。確かに、でも店舗じゃなくてマンションだし売り上げ上がらなくて仕方ないよねって思ってる人とか、まだ僕経験浅いから行かなくて当たり前だよって思ってる人はたくさんいると思いますよね。いや、いますよね本当に、まあ、外観見てもらってると思うんですけど、なかなかですからね、うん、そうかそうか。でもその若さにも言い訳せずに、このマンションっていうことももうここでやるって決められたからっていうところで、まあ、いろいろこの前向きにね見てくださってたのかなとは思うんですけども、うん、でね、この説明会私たちで来ていただいた、はい、うん、なんですけども、どうですか、この説明会の時点とかでご自身がまだ20万円とかじゃないですか、うん、なんですか、自分がこう達成するイメージとかって持ってたんですか？あ、なんかお話ししていくうちに鮮明にイメージはできましたね、うん、おなんか前川先生にもね言われたんですよね。そうですね、もともともう一方参加する予定だったんですけど、うん、その方が参加されなくて、うん、僕と珍しくもう、はい、もう3人での会だったんですけど、あ、怖い会ですね、はいはい、今のそっぽいですね、今のそっぽいな、その会 で、まあ、直接お話しさせてもらう機会も多かったので、そのズーム上で、まあ、100万いけますよみたいな感じのことを直接言われて、それだけ いけるんだってなってすごいすごいな、なんかある意味、はい、ある意味お互い単純だったみたいな。なるほどなるほど。でもそこででも想像できたっていうのはやっぱり可能性があったってことですよね、うん、先生の中でも、うん、自信あったっすもんね。自信はありましたね、ちょっと、うん、自信が落ちてるところらへんで、うん、その一言でバンって上がりました。またグランドオープンでいけると思います、はい、困ったらね、グランドオープンがあるからね、うんうん、で、まあ、そこでじゃあ意を決してということでスタートされたわけなんですけども、うん、はい、どうでしょうか、もう結構ね、いろんな施策をねしていただいたと思うんですけども、はい、うんうん、一番最低の売り上げで例えば、まあ、平均20万ぐらいだと思うんですけど、はい、一番最低月ってどれぐらいだったんですか？最低は12万円。怖いな、去年のいつぐらいですか？はい、去年の12月です。あ、じゃあほんと入る前ぐらいですね、はい、ちょうど入る前が。12万も20万も一緒やみたいな感じ違う、8万も違うよ、家賃払えるよ今年の5月に初めて100万円を超えた、うん、要は入って5ヶ月目ぐらい、うん、で、そこで、初めての100万超えがいくらですか？104万円。104、おー、いいですね、うん、で、また先月が9月、はい、
がまた最高売上達成されて、おいくら？108万。刻むね、はい、刻むね。これはいい感じになりますよ、これは。で、新規もだいたい3、4人ぐらいとかがね、だったのかなと思うんですけど、はい、今は平均してどれぐらい来てるんですか？平均して12から15はもう。おお、2桁安定するんですか、はい、すごいいいですね。15来たらいいですよ ね。めっちゃいい。で、あの課題だったリピート、20% ぐらいだったのかなと思うんですけど、今はどれぐらいまでリピートはもう平均して 70% ぐらいは増えてます。だいぶ上がってきましたね、はい、いいですね、うん、また上がりそうですね。8割もいけそうですね、この調子だったら、うん、ではですよ、なんで20万円ぐらいだった方がたった5ヶ月で100万とか超えてるのか、うんうん、っていうところやっぱ気になるところだと思うんですよね、うん、じゃあ実際入ってどんなことしてもらったのかっていうところなんですけども、またね、チラシですよね。はい、はい、また出てくる。でね、せっかく今日ね、せっかくこのご用意いただいたんですけども、はい、おお、何これ、すごい。ブランドオープン書いてないですよ。まだ書いてない。腰痛の原因って書いてありますけども、これは何かこう模倣したものがあるんですか？はい、うん、テンプレを参考にさせていただいて、うん、で作りました。なるほどなるほど、はい、メソッドの、中にあるその特典みたいなやつのチラシのテンプレでこれを作られたということなんですけども、はい、これをどれぐらい巻いて、これをもともと3000枚とかだったのが、うん、月に1万枚巻くようにして、うん、で1万枚巻いて 0.1 ぐらいは反応取れました、うん、おー、そうそうそう、10人前後ありますね、はい、でもこれ前まではね、この改善とかってのされなかったとのことだったので、うんうん、はい、これを今もかなり改良してこういう風になってきたみたいな。そうですね、はい、これすごいですよね。結構行動量は変わった？行動量だいぶ変わりましたね。だって3000が1万巻くってまあまあですよね、まあ、3倍ですからね、うんうん、しんどくなかったですか？しんどくはなかったですね、もうやろうってなったので。あと改善していくのも、3000枚配って、よく前川先生言われますけど、帰ってきて反応を見て、で試行錯誤して、また3000枚配ろうっていう感じだったんですけど、もう配ってってやってて、ここのやつが戻ってくるので、その時にも反応を見て、もうずっと配りはやり続けるみたいなのを最初お話伺って、それをやったって感じです。すごいな。止まってる時間ないみたいな感じですね。はい、でもあれですよね、前までグランドオープンだったのが今こうちゃんとここまで作り込んでっていう。はい、うん、でもこれいいですよね、シンプルだけど、なんか分かりやすいですよね、うん、見る側としてもなんかすごい鮮明でいいなっていうのが、うん、で、これがまずこのやった試作ですよね、うんうん、テンプレ、このコアダのテンプレのチラシを使っていただいたっていうのと、あとまたすごいちゃんと会員サイトとかの特典とかを使ってくださってて、うん、LP とかも動画、会員サイト の、うん、作る動画があるんですよね、はい、それ見て LP 作った。そうですね、初めて、はい、作ったことになって、ゼロからゼロから、すごいですね、それワードプレスから作れる、ね、ワードプレスめっちゃすごい、そうそう、ドメインから取っていくっていうのが、こう特典としてね、うん、サポートで動画が入ってるんですけども、うん、はい、作れるもんでした？作れましたね。対談というか、うん、その動画内でも僕と一緒の立場の方がなんか一緒に作成されてて、うんうん、でその方と一緒に進めていくみたいな感じだったので、うん、なるほどなるほど、僕は分かりやすかったです、うん、いいですね、はい、でそこで PPC の、ね、やり方 の、うん、動画とかも会員サイトでね、うん、受講生さんしか見れないものでついてるんですけど、それで PPC とかもねスタートしたんですよね、はい、そうです、業者さんの、ね、裏情報の映像ですからね、うん、あれ結構ね面白いですね、それは見れたらいいわなって感じですね、うん、あとこれが面白い、広告費確保のために始めた施策があるって、はい、初めてやった施策なんですかって、回数券を始めました、うん、なるほど、これまで広告費確保のために、そうそうそう、うん、はい、今まで勤めの時も都度しかやったことなくて、うん、回数券ってなんか治療家からすると、うん、そのなんかやるべきじゃないというか、なんかマイナスな、ね、はい、考え方ね、その患者を抱えるためにやるものだみたいな印象があったので、うん、それを始めました、ね、この広告費確保っていうのが、うん、なかなかこの考え方が変わってきているという、はい、いい思考やと思う。やってると絶対多いんですよ、回数券、うん、でも広告費のためにと思ってないですよね、みんなね、リピート取れないからとか、そう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 、ちゃんと明確な理由と、まあ、かつそれでまあケアできる人も、それだからケアできる方もいらっしゃいますので、ね、はい、絶対ね、で、あとリピートっていう部分も何をこう変えたのかなとか、はい、なんか変わったとこあります？リピートはもう元々症状ばっかりを見ていたのを、うんうん、問診とかも、うん、ここが痛い、あそこが痛いとか、うん、その可動域がこれぐらいとか、うん、そういうのばかりを聞いていたのを、うん、まあ、感情の話されるので、うんうんうん、まあ、感情をまず各フェーズで書き出せみたいな、はい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 、それをバーってやってって、うんうん、で問診中も患者さんの感情を気にしながらするようには改善しました、うんうんうん、その辺ってやっぱりどうしても痛みの方とかを聞いてしまいがちだから、はい、お、
ここってやっぱ考え方が変わるだけで変わるんですかね、やっぱリピートってね。もう変わってますもんね、すごい変化ですよね。でもリピートって思っててもね、人と人だから相手のことどう思うかってね、すごく大きいと思うんで、でもどうですか、この患者さんのやっぱこの継続的に来てくれるとか、また来る患者さんとかの雰囲気とかって変わったりとかもあるんですか？そうですね、患者さんも症状というか、まあ、感情を考えながら接することで、その不安がってるとか、そういうのも分かるようになってきたので、そこを加味して接するようにもできましたし、まあ、症状が落ち着いて来なくてもそういう不安とかを察知してあげて、でまあ言葉をかけてあげたりとか、そういうところも治療の一環として考えれるようにはなりました。かっこいい。何この25歳。ねえ、俺そんな25の時思ったことないわ。でもここが分かるだけで、多分患者さんも違いますよね。この先生って。ただなんかはいはいって言ってちゃちゃってもんで、こう機械的にもんでとかそんなんとかじゃなくて、ちゃんと親身になってくれるっていうところが多分伝わるから、それはすごく私嬉しいなって。画面上でもにじみ出てると思う、この優しさが。確かにね、きっとすごくこう愛されそうな感じはある。僕らがなんか悪者に映ってるかもしれない。あ、映ってそうだな。でもどうですか、このね、入られる前、まあ、20万円とか、はい、結構12万円とかだとね、お家賃もなんね、7、8万とかあるでしょうから、もう結構ね、固定費だけでも圧迫されてて大変だったとは思いますし、やっぱりなかなか、はい、あの時入るって決断も結構大変な決断だったと思う、大変だと思う、なんですけど、割と早めに行けました、100万、思ってたよりどうですか？思ってたよりは遅いイメージでしたね。あ、自分では、はい、あ、そうね、もう入ってもう2ヶ月ぐらいとかで入って行きたかった、行けるだろうと思っちゃってました、じゃあある意味悔しかったですね、5ヶ月で100は。あ、これは嬉しいですね、逆になんかそう言ってもらえると。逆に最初の頃はなんでうまくいかなかったんですか？入って最初の頃、ね、入って最初の頃は、それこそ、テンプレのチラシをたくさん試してる時期とか、そこはもう反応出ないと分かってたので、そこはもう試して地域で反応のチラシを見つけようっていう時期だったんで、はいはいはい、そこは全然 1,2 ヶ月は分かってましたけど、3ヶ月ぐらいで出るのかなとなんとなく思ってて、いやでもそう思ったらなんかすぐね、結果を出せると思っていろいろ試してたっていうところで、結構最初ね、1回目当たらなかったらもう腐る人もいる中で、これはテストだからっていう考えも、すごいよね、すごいねと思って今、すごい、発する言葉がすごい、じゃあ本当に着実に伸ばしていった5月の5ヶ月目の100だったって感じですね、はい、どうですか今もね、あの講座いつも来てくださってますけど もう受けてみてどの辺が印象的だったりとかってあります、印象的なのは講座の最初の方が、あの考え方とか重視されてるじゃないですか、はい、考え方とかマインドとかのお話をされるんで、まあ、その後半というかその本題のノウハウとかそういうところがもうこうしっかり行動に移せるなっていうのが印象的なのと、あとまあ懇親会とかでもお話しできる先輩の先生方結構いるので、まあ、そこであの情報を得て、でそれを実行にあの移しやすいというか、まあ、移せるのがいいなとは思ってました。なるほど。ちなみにね、もしね、あの時あの、まあ、説明会来たら僕だけでびっくりみたいな、すごい稀な回だと思うんですけど、あの時もしお金大変だしとかで、入ってなかったら今頃どういう生活だったんだろうと。もうずっとその時も30万を目標にしてたので、あ、なるほど、ね、未だに30万を目標に20万ぐらいを行き来してたと思いますし、まあ、看板とかも出せないんで長くやればその認知が取れるとかそういうわけでもないので、あ、そうですね、ずっとこのままで、でまあ生活も苦しいので、まあ、アルバイトとかを始めてたのかなっていうのはありますね。そう思うと嬉しいな。言っていい？質問していい？上がらない人ってなんで上がらないと思う？行動量ですかね。3文字でしたね、漢字にしたら、行動量ですって、はい、でもそれが言えるってことはもうこの10ヶ月間やってきた自負があるってことですもんね。そうですね、でもね、どうですか、まあ、これね、本当に今見てる人でなんか本当に小崎先生と同じような年齢の方だったりとか、同じようなこのマンションっていう環境だったりとか看板出せないとか、いろいろなマイナス面っていうのを抱えながら頑張ってる方もね、いらっしゃると、本当に過去の自分みたいな、もしそういう方に何かもしメッセージがあればお願いしてもいいですか？僕も多分あの行動量が上がったってさっき言いましたけど、何もせずに行動量を上げることで多分難しいと思って、で、まあ、決断一つ大きい決断ができたので、それであの行動量が増えたと思うので、それの、大きい決断をメソッドに入るとか、そういう大きい決断をできるとまた変わるんじゃないかなとは思います。ありがとうございます、
でも決断いただいたからね、多分今ね、はい、うん、あの世界がまた見えてると思うので、うん、はい、うん、嬉しいです。ありがとうございます。ではですね、最後に、うん、まあ、今後、尾崎先生、どんな風に、ね、はい、やっていかれたいのかっていう部分の目標の部分とかも教えてもらっていいですか？まだ売り上げ100万前後で満足せずに150万とかいきたいですし、うん、まあ、週5、6ぐらいは施術の日作ってるので、うん、まあ、週4日ぐらいにして他の授業ができるようになったりとか、うん、まあ、美容の、うん、とメニューを導入したりとか、うん、違う方面に進んでいきたいです、うん、いいですね、うん、待って、まだ25歳だもん。25歳だよ、何でもできるよ。本当だよ、もう何してもいいよ、失敗しても大丈夫、まだ25だもん。いやでも嬉しいですね、本当にやっぱりこのね、経験値からでまだまだね、うん、あのできなくて当然みたいに思ってる方もいらっしゃるかもしれないし、うん、本当にあの久々にこんなに看板本当にないんだってとこ久々に来ましたね、うん、ほんまに不安になりましたもん ね、うん、もう一回調べてって言ったもん、ね、そうそうそうそんな中でね、こんな風にもう頑張っておられる先生がおられますのでね、うん、ぜひですね、これ見てる方もですね、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。頑張ってください。では今回はですね、尾崎先生にインタビュー伺いました。はい、尾崎先生ありがとうございました。ありがとうございました。